はい、どうも皆さん、こんにちは。カエル TV のカエルです。まあ、今回はね、自分が昔から言ってた青ロケ詐欺を潰そうの第1段階企画を始めたいと思います。まあね、最近青ロケ減ってるように見えるんですけど、青ロケ詐欺を今から晒すぞという言葉でやっていきたいと思います。では、まずダイヤが100個しかないということなんで、ちょっと今まで皆さんが私に貯めてくれた力をここで解放していきましょう。これ、すごいよね。フェラーリ買えるんだよ。もう俺これ欲しい。みんな、俺に力を分けてくれ。ここら辺のこれが欲しいんだ、俺は。欲しいんだ、みんな力を分けてくれ。ここら辺が欲しくなってきた。ここの先行くと、俺がずっと当てられないものがある。それは、もうすぐ見えてくるはずだ。あの化け物みたいな、レアアイテム。なかなか来ない。そろそろか。これかっこいいな、やっぱ。これだ、高岸。俺は高岸が欲しい。お前ら、俺に少し恵んでくれ。まあ、皆の力をここで借りていく。16か。一回、皆の力を少し、2分までこれをやっていくんで。1.3 まで減ってしまったが、しょうがない。ここで皆の力を借りるしかないんだ。皆、また送ってくれよ。送れば送るほど企画にそのダイヤを使っていこうと思っている。なかなか高いのが当たらないな。一回これぐらいでいいだろう。まあ1分50秒になっているはずだ。では9個もある。行くぞ。全使用。よっしゃー。15。412個となったということで。では、青ロケ詐欺撲滅大会。そろしましょう。お年玉はいい。正直お年玉はどうでもいい。青ロケくれた人は優しい。いや、青ロケさっきは消えたね。あげませんはどうでもいいんですよ、これ。待って、こう。さて、これに。だね、課金してないじゃんで、これやっても面白くないのよ。面白くないんですね。なんかいないかな、面白いやつ。いないね。これめっちゃ時間かかるやつじゃん。まあ。もう5分前経っていなかったらやめましょうか、この企画。誰か来ないかな。お年玉はいらない。こっちでやってるやついないのか、先。なるほど。あ、そうだ。バンしてもいいようだ。みんな準備はいいか。触れるん。まあね、くれなくても晒されるんですけどね、これもう見てる通り、くれなくても晒されます、この人は。そうだ。ちゃんとね、こういうのはね、自分偉いからね、こういうのね、まあ、今回いつもだったらスクショ撮るんですけど、撮んないで、まあね、ここでラーメンくん、おーすごい、キンフラ、いいね、やるね、この子。こうやってね、見とけばね、
まあこれでいいとして、よし、皆さん、まずあれは嘘つきなんで、抽選はダメなんですよ。先着っつってるやつを狙った方がいいんですよ。いや、影の大臣絶対くれないな。あと3人。中心は絶対くれないです。なんかいないかな。まず一人目はいけた。なんか言ってる。なるほど。今週誰か急マップ、誕生日って面白いな。そんなにうまい誕生日を祝ってほしいのか、知らない人に。いないね、本当に。これはやらないか、知らない。マイキーだよ。どうせ偽物だよ。本物のマイキーっぽいな。やばいね。本物のマイキーさんがいるぞ。まあマイキーさんにフレンドしに行った。まあね、返信早いね、来るの。くれないね。いきなりあれになったね。態度変わりましたね、今の人。もっとね、この方もね、一応ね、さっきの人どこだ。マイキー、いた、マッチョールさん。待って、俺騙されたくさいんだけど、今の。くれた人に服あげないって書いてなかった、今。待って、俺騙されたんじゃねと思った、今。ああ。やらかしましたね。まあ、しょうがない。この人晒す必要がないかなって感じですね。くれないしね、抽選では。いや、なんかいつの間に9分経ってた。なんもだそうです。全員だそうです。面白いとこ見っけちゃった。
お、面白い人来ましたね。椅子。さっき前の動画だったじゃないですか。あれから10分経ってみたんですけど、結局、メッセージはこの人からしか、この人じゃねえよ。これ、くれるんですよね。YouTube に関するくれなきゃ。抽選ですって。さっきも抽選つながったのにこの方は嘘をついてきました。はい。で、もう片方に関しては何も言っておりません。はい、来てないですね。あの、嘘つき野郎は。これだけじゃつまらないと思ったんで、726個、今日交換できる分最高まで交換して、あ、基本の2回でしか弾けないんですけど、当てていこうかなと思います。まあね、M4 の天竜とか欲しいんで、行きましょう、1回目。あー、ループ。まあまあまあ、2回目。おー、まあまあまあ、なんだこれ。まあいいや。じゃあ行こう、次行こう、次。行くぞ。なんだ。おー、ゴールドトランシーバー。いいね。ラナナ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 
これだ。何がもらえた。待って、先にこれ一回引かせてくれ。これで当てたいやつがあるんですよね、本当に。うん。おお。稲妻なんて、これいつなんかまたガチャの中身新しくなったのこれ。おお、稲妻入ったんだ。出たと思ったら持っているっていうね、悲しいやつやな、ほんま。いらねえ、性別変えたらガチでいらねえ。じゃあ最後に。最後に自分を宣伝して終わっていきましょう。ライブに来てね。嬉しい。まあこう書いて終わりましょう。でそしてコメント何来るか見て、今回の動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。来るか。シャイニングさ続けば俺の歌を聴いてお前らは泣く。こいつ構成レベル8っていつの間にキャラに持ったんだよな。構成も結構いますね。やばいこと書いてなかった。なんか今通報とか書かれとったじゃない。これで終わります。ありがとうございました。